りました。ありがとうストレッチのコーナーです。はい、音量を落とします。はい、このストレッチはですね、愛してる大好きありがとうの言葉を使いながら行うストレッチです。この言葉を使うとね、ボディがねよく伸びます、緩んできます、心も体も緩む素晴らしいストレッチ、私シスターひろみが開発いたしました。自己紹介ね、私世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしております、スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申します。シスターってその場で大きな声で呼んでいただいていいですよ、せーの、はい、いいです、ありがとうございます。さあでは今日もですね、こちらのありがとうストレッチ始めてまいりましょう。いいですか、はい、よろしくお願いします。さあですね、このストレッチはですね、こちら、この言葉を使っておきます、忘れないようにここに置いておきます。はい、シスターの宣伝も見えるかな、はい、はい、ではですね、いつものようにこちらからいきましょう。ビフォーアフターのチェック、このビフォーとアフターをチェックするとですね、違いが出てきます。体がね緩んできますので、その緩みが分かるとですね、モチベーションにつながってまいりますよ。モチベーションにつながると継続につながりますので、継続すると体が変わってきます。そしてあと笑顔で行ってください。笑顔で行うと呼吸ができます。呼吸ができると体が緩みます。緩むことが重要だからね、体も心も緩んでいきましょう。はい、ではちょっとですね、1点説明タイム入ります。昨日ですね、説明タイムです。昨日はですね、昨日は足振りまで行きましたね。足振りまで行きました。その次、今日はですね、ふくらはぎさんのところの説明をさせていただきます。ふくらはぎさんはですね、まず内側のふくらはぎをほぐしますので、ご自分の、やる方の足を前にして、反対側の足は後ろ。で、ふくらはぎさんが地面にグッと乗っかるような感じにして、両方の手をグッと、で体重を乗っけてください。これでこうグイグイこうほぐします。これキュウリの塩もみストレッチと呼んであります。ここをグイ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 ほぐします。体重かけてね、ここ体重の使いだから体重が活かせますよ。重いほどよく効く。はい、グイグイグイ、はい、そしてキュウリの塩もみさんを行ったら、今度ですね、結界さんという場所がございます。膝のお膝さんね、お膝さんのちょっと上のちょっと内側の手、ここちょっとね押すと、押すだけでちょっと痛いんだけど、ここのところをですね、さっきのポジションね、さっきのポジションで、この今この内側、膝のちょっと上の内側に体重をグッとかけて、ここだけをほぐします。体重のけてボディをこう揺するような感じにして、でちょっとまあ、この周辺ですね、周辺をほぐすというのをやってみてください。はい、では今日はキュウリの塩もみさんとふくらはぎ内側キュウリの塩もみさんと結界さんまで行きました。はい、ではここまでね、ちょっと覚えておいていただいて、途中で出てきますのでシスターお声掛けしていきます。はい、ではさあ早速今日も始めてまいりましょう。スルッとね、スルーバージョンでいきますので、よいしょ、はい、スルッとね、流してっていうか、まあ、サクサクいくバージョンでいきます。はい、ではまずは、前屈チェックです。両足を伸ばします。両方の手前です。たらー。はい、手の位置が今日どの辺かなっていうのをチェックしてください。今日シスターちょっと行ってますね、これね。ここ。ボールを踏んだからだと思います、今日。結構ね。はい、右、テニスボールをね、踏むっていうのも実際やっておりますよ。効果があります。はい、ではこの辺です。背中の位置、ちょっと下ですね。いいです。はい、ではですね、この、あとお膝の裏ね、お膝の裏も今日は比較的伸びてるな。ももが丸い、ね、これも伸びてるな、今日は。今日ね、朝ね、デスクワークするんですね。デスクワークシスターね、スタンディングデスクなんですよ。スタンディング立ちながらボールを踏んでるんですよ。で今日集中してデスクワークやってたら長時間踏んでたみたいですなのでちょっと伸びてる。はい、さあ皆さんのボディはいかがでしょうか。はい、花さんおはようございます。今日も行きましょう。はい、ではスルッと、スタンディングデスクとってもいいですよ。私はもうみんなにおすすめしております。
ほぼ椅子はね使わないんですよ。お夕飯の時だけ椅子に座りますけど、それ以外はねほぼ座らないので、椅子はねもうちょっと撤去してあるんで、ちょっと奥に置いてあって、であとは立って立って作業してみます。すごくいいですよ。はい、ではではですね、早速いきましょう。左足の上に右足さんを乗っけます。指を横に開いてグイグイ、指先、足指グイグイからですね。はい、ではガーッといきますよ、声出して愛してる大好きありがとうを2回言うと8カウントで、ほぼ8カウントだけどシスターがワンモアセットって言ったらもう1回言うと、そうすると2ということになります。はい、それでは声出して呼吸を入れながらで、足先はほぐすけどボディも全体ね大きく動かしながらやりましょう。そうすると上半身もほぐれてきます。それではいきましょう、せーの何やるか忘れて、指をグイグイからいきます。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きボディも使い回しだ。はい、では指をぐさっとさして足の甲を上の方を持って足先つま先ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう、土踏まず下側を持ってねじります。せーの、愛してる大好きボディを使って笑顔でね、愛してる大好き声出してくるぶしを持って足振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。はい、回します。愛してる大好き大きくありがとう。はい、愛してる肘を回して、はい、ボディもありがとう、反対回し、愛してる大好きボディごと盛大に、愛してる大好き笑顔でナイス、指を取って足振り、足首振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、足振り、足だけ振りありがとう、愛してる大好き横振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。はい、ではキリナショーマミ今日出てきたところね行きましょう。右足さんからふくらはぎ、せーの、愛してる大好きキュウリの塩もみはもう愛してる大好きありがとう。ケンカイさんこれも今日やった、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き内ももさん、はい、愛してる大好き内もも体重かけて、愛してる大好きナイス。はい、ではお膝さんをひっくり返します。キュウリのも塩もみの外側さん、せーの、愛してる大好きふくらはぎ外側さん、はい、愛してる大好きナイス。はい、ではお膝を立ててふくらはぎ裏側さん、はい、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好きありがとう、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお皿周りゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお膝を伸ばしてもも上グイグイ、愛してる大好きありがとう、これ手でもいいですよ、ありがとう。はい、つま先お膝内側もも外グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう、手でもいいよ、愛してる大好き、ここワンモアセット、はい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。はい、左足さんのくるぶしを乗っけてくるぶししごき、せーの、愛してる大好きありがとう、盛大にどうぞ、愛してる大好きワンモアセット、愛してる大好きナイス。はい、ではお膝さんを立ててもも裏グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう、盛大に揺すって、愛してる大好きもも内ももゆさゆさ、愛してる大好き盛大に、愛してる大好きもも外ゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、リズムに乗って、愛してる大好き膝裏グイグイ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き
膝下ブラブラ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、この足を後ろに置いて左足さんが前、マーメイド座りさんでございますよ。マーメイド背筋を伸ばしたら桃横グイグイ、右腰です。腰骨のところをスルッと落とした大腿骨のところ、せーの、愛してる大好きボディーごとを揺すってね、愛してる大好き、ここ念入りワンモンセット、はい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、背筋を伸ばして骨盤転がし、左足さんのお膝の外に左手、右手お尻さん、こう盛大に転がします、せーの、後ろからか、せーの、愛してる大好きありがとう、盛大に転がして、ワンモア、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。背筋を伸ばして、右手さん、あ、左手さんぐさっと右腰、せーの、愛してる、ねじります、ありがとう、愛してる大好き、ワンモアセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、いいです。さあ、ここでこれで BS 終了、いいです、今日もバッチリ、はい、ありがとうございます、いいです、ポーズも入ってますよ最後に、はい、では両足を伸ばしていただいて、右足さんチェックタイム、どうぞ。お、右足さんほぐれました、背中の位置が低い、はい、では左手さんどうですか、うん、はい、ではお膝の左手さんはまだだからね、膝の高さが全然違ってますよ、ももの外も、あ、ももも伸びだらんとなりました。さあ、ご自分のボディどうでしょうか、ちょっと休憩、水分とって、はい、どんな感じで変化が出てるかあったら教えてください。お、すみちゃん、おはようさん、いらっしゃい、やってますよ、朝9時からね、ほぼやっております。明日と明後日お休み、あと水分とってください、どうぞ。うん、はい、デトックス、水分を取るの重要ですよ。水分を取るとね、デトックス、リンパが流れて老廃物を外に出せますので、お水をお取りになってやって、終わったらまたお水をお取りになって、そして、よろしいところに行って、よろしいものをお出しになりたいものはお出し切るこれ重要です。はい、さあ、片足の違いどうでしょうか、ディッディディ、伸びました、花さん、いいですね。はい、では早速左足さん行きましょう。シさんね、説明は1日1個ずつ説明をね、ストレッチする前に今行ってありますので、もしちょっと分かりにくいなっていうところがあるかもしれませんが、過去の放送なんかもね、見返しつつ、だんだんね、覚えていっていただければと思います。で、今日はスルーで、スルー、この後左足さんを通しでいきたいと思います。はい、では右足さんの上に左足さんを乗っけます。指先をグイグイやるのからいきましょう。それでは声出して呼吸をしていきます。あと笑顔で行いましょう。それでは行ってみよう。おー、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指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 はないから指をぐさっと握手、足の甲の上を持ったら足先、つま先ねじり、せーの、愛してる大好き、ありがとう。手足を握手してますよ、はい、ありが、足の甲の下を、土踏まずの下を持って足先ねじり、せーの、愛してる大好き、ありがとう、はい、愛してる大好き、ナイス。くるぶし持って足振り、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、おひつま先回す、回す、せーの、愛してる大好き、ありがとう。声出して盛大に、ここボディも使ってますよ、ありがとう。はい、反対回し、愛してる大好き、ありがとう。つま先大きく回して、愛してる大好き、ナイス。指を取って足振り、くるぶしの下を持って振って、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう。足だけ振り、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、左右、
愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。チャレンジタイム。両手両足振り、背筋を伸ばして、ボディを後ろに倒して、両足アップ。両手もアップ。両手両足、背振りですよ。せーの。愛してる大好き、ありがとう。せーの、第二、どうぞ。ワンワン、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、チョキのポーズでキープ。いいです。はい、いいです。もうできましたでしょうか。はい、いいですね。はい、ありがとうございます。バッチリ。はい、では、左足さんはふくらはぎを置いて、キュウリの塩もみさん、今日やったとこ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、結界さん、どうぞ。愛してる、膝のちょっと上。はい、愛してる、大好き、内ももさん、どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔だよね。はい、お膝さんをひっくり返して、フラグさん、外側です。キュウリの塩もみ、せーの。愛してる、大好き。体重かけて。はい。愛してる、大好き。上半身も使ってますよ。はい。では、お膝さんを立てて、ふくらはぎ裏側、せーの。愛してる、大好き。ありがとう。はい。愛してる、大好き。笑顔で、膝下ゴリゴリ、せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。膝上ゴリゴリ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿回りぐいぐい。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。ももを伸ばして、もも上ぐいぐい。愛してる大好き、手でもいいですよ。はい、愛してる大好き、ありがとう。つま先を膝、内側、もも外ぐいぐい。肘でもいいです。大好き、ありがとう。愛してる大好き、ここワンモアセット。はい、愛してる大好き、もも横をね、念入りに、はい、愛してる、大好き、ナイス。はい、ももの横のまま、右足のくるぶしさんをももの横に乗っけて、しごきます。くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き、盛大に、愛してる、大好き、ワンモアセット、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの足を置いて、左足に立てます。もも裏ゆさゆさ、ぐさっとさして、せーの、ゆすって、愛してる、大好き、ありが、ゆすります、ボディごと、愛してる、大好き、内ももゆさゆさ、愛してる、大好き、がっつり持って、ゆすってよ、はい、愛してる、大好き、もも外ゆさゆさ、はい、愛してる、大好き、ありがとう、ここも盛大にゆすって、愛してる、大好き、膝裏ぐいぐい、膝の裏をぐいぐいします。大好き、言葉の通り。もう愛してる、大好き、膝下ブラブラ、ちょっと持ち上げて、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。手の位置をちょっと下にずらして、ワンモア、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモア、ちょっとずらして、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、この足を後ろに置きます。右足さんが前、左足が後ろ。はい、では左の腰に置いたら、手をぐっと体重かけてぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、もも横ぐいぐい、ありがとう、ワンモア、愛してる、大好き、笑顔で、ワンモアセット、愛してる、大好き、あり、ちょっとお尻さんの後ろ側まで、大好き、ナイス。骨盤転がし、背筋を伸ばします。右手さんを右のお膝の横、左手さん、お尻ぺた、おへそ天井向くのと床向くのと、せーの、後ろから、愛してる、大好き、ありが、盛大に、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。背筋を伸ばして、骨盤ネジ、右手さんは右の腰の横、左手さんは腰、腰肘肩回します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモアセット、愛してる、大好き、背筋を伸ばして、愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。はい、では最後、骨盤転がし入ります。マットさんをちょっと重ねていただいて、もうあんまそのままで、座骨さんが痛くない方はそのままでも全然 OK。 足は肩幅から腰幅ぐらい、肩幅に開いて、そこをグッと背筋を伸ばして、はい、足を踏んでもおります。で、手をももの後ろにして、背中を丸めるのと伸ばすのと、骨盤を転がしていきます。はい、後ろから、せーの、
愛してる大好き、ありがとう、盛大に愛してる大好き、ワンモーセット、はい、愛してる大好き、笑顔で声出して愛してる大好き、ナイス。ではこれが最後フリックです。頭の位置が上下するだけで、ボディはその場に置いて骨盤、せーの、後ろから愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、ワンワン、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、ということで全部終了。最後イーデスポーズ、足を上げます、足を上げます、背筋を伸ばす、手を丸、いいです。皆さんご一緒に、せーの、いいです。はい、ナイス。これね、これキープするだけで、ここあの腹筋さん使っております。背筋をグッと伸ばす、いいですね。はい、バッチリ、ありがとうございます。さあ、できました。では両足のチェックタイム、両足伸ばします。左手さん、せーの、お、いいですね、だいぶいきました、背中も落ちました。はい、右手さんも、はい、緩んできました。お膝さんの位置もね、降りてきましたし、ももさんも伸びてきました。いいです、バッチリ。さあ、ご自分のボディの変化いかがでしたでしょうか。水分とってコメント何かね、お書きいただいてもいいです。愛して愛してる水分あ、あやさんもおはようございます。すみちゃん、すみちゃん水分とってね。はい、では花さんもいかがでしたでしょうか。さあ、ということでね、死者も水分取りつつ、うん、さあ、シスターの告知タイムです。じゃらー、そういえばですね、私ここを連日お伝えするのをすっかり忘れてましたけど、ライフは42、シスターの東京マイムカレッジさんの、みんなが出て、お友達パフォーマーも出ているバラエティライブ、パントマイムとかダンスとかも入っております。これ明日なんですよ、3月13日日曜日なんで今まで言わなかったのねすっかり忘れてたわけではないですけど、はい、13日日曜日、オンラインが2時からございまして、リアル公演は、5時半からスタジオエヴァ新大久保、新宿区新大久保、シスターのスタジオ、スタジオエヴァでやっております。シスターも応援出演しておりますのでご覧ください。あと何ですか、まあそういうことですライパーボリューム42です。はい、こちらもお楽しみに。はい、あとですね、これここに置いとけばいい、おお、そうだったね。はい、そしてシスターのこちら、ひろみのひの字イーデスビデオ上映会ボリューム1、ひろみのひの字、3月26日14時と18時、シスターの、がとパントマイムを学んでいた東京マイムカレッジの時、2年間学んで、その後卒業公演で初のソロパントマイム公演をやったんですが、その時のビデオを見ながらシスターがチャチャを入れて、お客様もチャチャ入れるそしてというビデオ上映会、初の試みでございますね、ボリューム1。はい、ぜひ見にいらしてください。あと、私が学んだパントマイムの先生、並木孝雄先生のコメントやね、卒業式のや飲み会の模様もちょこっと映っているかなと思います。はい、楽しみに。こちら QR コードございます。さあ、はい、ということで今日はね、ここまでです。私これからね、東京マイムカレッジのレッスンがございまして、土曜日の朝レッスンっていうのがありまして、朝やってますんでね、でご興味ある方はぜひレッスン、体験レッスンいらしてください。はい、ということで今日もここまでになります。皆様すっきりしましたでしょうか。あ、すっきりましたね。いいですのポーズちょっぴりですかいいですのポーズね、座ったいいですポーズもね、皆さん鍛えてください。座ったいいですポーズ、手足アップはい、ありがとうございます。さあ、それでは今日も素晴らしい土曜日の一日をお過ごしください。Have a nice day。 明日ね、よかったらエヴァでお会いしましょう。はい、ごきげんよう。 Have a nice day。 Wonderful! Thank you! Ciao! Bye bye!